球編の皆様、お待たせいたしました。今日はこれだ。プラモに続きメタルロボット魂でも立体化。いや、同時発売だからこっちも最速か。メタルロボット魂サイド MS ライジングフリーダムガンダムだ。発売日は2024年の1月26日。価格は税込み 19,800円でございます。劇場版アニメ機動戦士ガンダムシールドフリーダムから劇中を追求したスタイル、重量感を演出する大キャストパーツに加え、各武装の展開や変形ギミックを内蔵したハイクオリティ完成品モデルだそうです。確かにこのパッケージから鋭いデザイン、シルエットをビンビンに感じますね。それではどれぐらいすごいのか、曇りなき眼で確認していきましょう。あー、やっと開けられるぜ。エタルロボット魂ライジングフリーダムガンダムだ。さあ開けようか。デザインナイフで失礼します。これはね、このゴールドの白押しがいいよね。はい、白黒の説明書。まあ可動について書かれてますね。裏面は変形と、まあ特に言うことなし。二段重ねになっておりますよ。はい、接続ジョイントがいっぱいついてます。スタンドの支柱、まあ、いつものですね。メタルロボット魂ライジングフリーダムガンダムのスタンド、コンパスのロゴがここに入ってますね。形状はいつものメタルロボット魂って感じですね。オッケー。わーおと思ったら裏面にもあるじゃない。ビームエフェクト、なんと3段重ねですね。赤い発生器のパーツとビームが2種類のエフェクトを重ねてあります。そしてなんといってもバチクソ薄い。なんだこれは、すごいぜ。これは初めての試みなんじゃないですかね。立体化のビームシールドで薄っ。これ力を入れたらクリャッと折れ曲がりそう。それぐらい薄い。シールドブーメランのエフェクトちゃんと塗ってあるんだが、すげえな。いいよこの塗り方、好みですね。シールドブーメランのウィングのエフェクトもちゃんと塗ってあります。ビームサーベルもちゃんと塗装済み。いいね。なんかホワイトっていうかパール系かな、この塗り方は。じゃじゃーん。まずは交換用ハンドが、6種類ついております。本体とは別に予備アンテナもついてますね。お得だね。これで折っても安心です。ビームサーベル2本、高出力ビームライフル、いい塗り分けですな。サイドグリップが曲がるだけじゃなくて前後スライドもいたしますよ。流行りかなこのギミック。シールド見てくれよ、ビンビンに尖っててめちゃめちゃかっこいいな。これは素晴らしい立体造形だぜ。なんか裏面に展開ギミックとスライドギミックが2つあります。こことここもスライドするし、あーわかった、この展開ギミックなんかモビルアーマー形態で使うようです。ウィングですね。細くて完璧な塗り分け、マーキングも美しいし、ライジングフリーダムガンダム素晴らしい造形だな。完璧だな。細くてシャープ、動きますね。そしてよ、ここよ、おばねがちゃんと動く。これだよ HG で欲しかったのは。この可動ギミックはライジングフリーダム立体物で初じゃないですか。小羽がちゃんと動く、つまりこれは全ての羽がちゃんと稼働するということでございますな。大通りだぜメタルロボット魂、ありがとう。じゃじゃーん、ライジングフリーダムガンダム本体でございます。どうですかこの造形、あなたのイメージに合っているでしょうか。第一印象はなんか HG はかなり丸顔だったんだけど、今回は縦長のフェイスパーツですな。なるほど、光の当たり具合でブルーに見えると思うけど、実物はですねかなり水色してますね。関節にちゃんとダイキャスト金属フレームが入っているので保持力もバッチリなんじゃないですか。ここもよ、金属フレームがちゃんとウィングに入ってるね。ノーズコーン、オッケー。足はもう触るからにカチカチですな。いいね、こいつは期待できそうだぜ。ライジングフリーダムガンダム、サーベルの取り付けなんですけども、小さい溝があってここに合わせるようですね。おお、なかなか硬い。いいぞこのマウントは。おー頼もしい。そんじゃまあ組み立てってほどのことではもうないんですが、メタルロボット魂組み立てましょうつって、もう羽を刺すだけですね。こっちもぶっ刺して、はい完成です。めっちゃ早、もうこれで終わり。はい完成でございます。ライジングフリーダムガンダム、さあこれがメタルロボット魂ライジングフリーダムガンダムでございます。各パーツの塗り分け、メリハリが効いたスタイリッシュなプロポーション、あらゆるパーツにマーキングもしっかりと入っていて、情報量も多く金属フレームがキラリと光る。さすが高額フィギュアといったところでしょうか。スタイルはなんというか、たまにあの劇中には出てこないイラストとかありますよね、あれです。バリバリメリハリがありビンビンですね。ボディのコックピットハンチなんかも8切れんばかりに突き出しております。スタイリッシュに見える原因の一つが
レールガンがめちゃくちゃ薄いんですよね。シルエットがまとまって非常にバランスが良いデザインとなっています。 HG のガンプラから投射比 30% 薄くなりましたって感じです。新しいガジェットの商品ページを見せられているかのような錯覚に陥りそうです。シールドもカクカク、エッジがビシッと強調されているだけでこれほどかっこよくなるとは。サイズ感も HG から比べて一回り大きくなっており、可動域と相まってポージングをつけるとかっこよく、明らかに撃沈を追求したスタイルという謳い文句には説得力があります。では変形させましょうか。ノーズコーンに伸縮ギミックがあってこう伸びるで開いてからユイント、めっちゃ怖。倒してヘッドをかぶせる、はい OK。 このモビルアーマーサポートとやらを腰にはめます。めっちゃ硬いけどとりあえずはまった。ウィングをスライドさせる、はい。ノーズコーンのウィングを展開させます。足のウィングも展開させます。つま先を折りたたむ。でこのジョイントを股間に差し込んで、あ、これ外せって書いてあるんだけど外れねえんだけど、これ買った爪が剥がれそう、いってちょ、外れねえんだけど、これこの丸いボールジョイント外せって書いてあるんだけど外れない。いいか、このままやるか。ジョイントをもう一つ追加します。シールドを展開してライフルを差し込む、よし。で股間とサイドと胸にこの5つのジョイントを合わせます。はまらねえ、あ、そうか、やっぱこのボールジョイント外さなきゃいけないらしい。もうめんどくせえ。はい、やっと外れた。よっしゃ、やっとついた。これでモビルアーマー形態の完成です。こちらがモビルアーマー形態。おそらく金属フレームで重量感があるのでしっかり保持するためでしょうか、 HG よりかなり高低数がありました。確かにおかげでしっかりとパーツが支えられているので、まあ、かなり安定感はあるのは事実です。全体のマーキングのおかげで情報量も多く仕上がっていますね。専用マウントアダプターを使うのはまあ正直言って結構面倒ではありますが、ぐにゃぐにゃ動いたりすることもなくシルエットはかっこよく仕上がっています。 HG のようにガバッとシールドとボディの間に空間が空くこともないのでかなりまとまって見えますね。モビルアーマー形態全体の完成度もかなり高いと言えるでしょう。ちなみに最初めっちゃ硬かったけど、このボールジョイントを使ってひねるようにすれば取れるようになりました。一回取ってしまえば、多分硬いのは最初だけかな。あ、めっちゃ外しやすい。ライジングフリーダムガンダムといえばこれ、ウィングを展開させてのハイマットモードです。 HG のような伸縮ギミックがないのでスラスターにウィングがぶつかってきっちり縦に折り曲げることができない。これはプラモでは可能でしたがメタルロボット魂では難しいようですね。いやーマジ何度見ても惚れ惚れするデザインですな。このシールドめっちゃかっこいいや、カッチカチで。では変形なんですけど、ここにちょっと取っかかりがあってこれを押すだけ。おい、これもう一丁、はい、これで OK。 でビームエフェクトを両サイドと先端に差し込んでこれで完成。このウィングがめっちゃ薄いおかげでビームエフェクトもかなり細身でマジでスタイリッシュでかっこいいですね。完璧なシルエットだと思います。飛ばしてかっこいい、完璧なデザイン、いいね。これでフラッシュエッジ3シールドブーメランの突撃形態。私がこの商品で感心したのが本体よりもシールドですね。カクカクのデザインでかっこよく、全体のサイズ感も HG に比べて一回り大きく造形されており、確かに劇中のイメージにとても近いと思います。さらにすごいのがウィング上のビームカッターデザイン。マジでこれほど薄くて細いビームエフェクトはこれまで見たことがないってぐらい小さく仕上がっており、エフェクトなのに全くもっさりしておらず、突撃形態がマジでかっこいいですね。ビームサーベルエフェクトも含めプラ版で塗装するような根元にグラデーションをかけるというビームエフェクトは全て塗装済み。あの手この手で至れり尽くせり。肩周りの関節はダイキャストとは思えないぐらい結構柔らかかったですが、ポージングは固定できるほどの強度はあるので、まあ困ることはありません。ビームシールドはまずこの赤い発生装置を取り外して簡単に外れます。これはいいね。この専用ビームシールド用マウントを腕に取り付けます。このようにですね、この新しいマウントにビームシールドを差し込むと、これだけ OK。少し空間が空いてる分、まあメカニカルになるという同時に、まあこの手のひらとか他のパーツに干渉しにくいのでかなりいいですね。これはナイスアイディアだと思います。このビームシールドエフェクトもすごいんですわ。発生装置の下にビームエフェクトプラパーツを2枚重ねて非常に立体感のある造形です。そして何よりめちゃくちゃパーツが薄い。いろんな立体物でビームシールドは分厚くなりがちではありますが、恐ろしくスタイリッシュ。マジで素晴らしい造形だと思います。こうやってポージングさせると塗装とパーツの薄さが相まってマジでこれほど違和感のないビームシールドエフェクトは他にはないと思いますね。レールガンの展開ギミックですが非常にシンプルですね。パチンと開いて伸縮させるだけと。おい、オッケー。もうちょい。これでまっすぐかな？よーし。オッケーでございます。新しく追加されたスラスターにも6機構があって、
パチンと外れるんですね。でわずかに可動域が増えます。ウイングの展開ですね、先ほどもお伝えしましたがすごくいいです。この小羽がちゃんと動くのが最高、これがいいんだよ、これが言いたかった。これでだいぶ表現の幅が広がりますね。シュトゥルムスバーハを曲げて、これで OK。 HG のようにウイングの伸縮ギミックがないのでちょっとマジでギリギリではありますが、まあなんとか可能ですね。というわけでフルバーストなんですが、伸縮ギミックがないのでビーム砲を展開させた時にアンテナがガリガリ当たる、これはマジで恐ろしいですね。もういつ折れてもおかしくない、次元爆弾を抱えてるような気分です。正面に向けるのは非常に難しいので、まあ、どうしてもフルバーストのポージングはハの字で展開せざるを得ません。よく商品サンプルとか、まあ、アニメのような劇中のフルバーストポージングがハの字になっているので、ここは気にならないという方であれば問題はないと思います。シュトゥルムスバーハーの方針は細身になりマーキングもあってかなりスタイリッシュでかっこいい造形だと思います。ライジングフリーダムの大股開きをしたらこのようにですね外れちゃうんですよ。足を直立させている状態だったらちゃんと隙間が空くんですけど、足を大股開きにした途端に隙間がなくなってパチンと外れちゃうんですね。これは参った。もうちょっとこの腰のピンの軸が長ければこの問題は解決できたんですけど、でもフリーダムのフルバーストって大股開きしないとかっこ悪いじゃないですか。それなのに大股開きをしたら腰のジョイントが外れる、マジで辛い。まあ、解決方法としてはちょっと太ももにスイング軸があるので、ここからこのように前に突き出せば、まあなんとか大股開きっぽいポージングができるかなってところですね。ただやっぱりその根本的な原因が腰のスカート軸が短いことにあるので、なんとですねこのようにリアスカートにバシッとぶつかってレールガンのいわゆるハの字開きはできないんですよ。もう直進しかできない。サイドスカートの軸が短いことによって大股開きを阻害し、またリアスカートにもぶつかってレールガンをハの字で開けないのもかなりこれはマイナスポイントになるんじゃないでしょうか。マジでもったいないですね。造形そのものはすごくいいのに、このようにですねレールガンを吊り上げれば吊り上げるだけリアスカートにぶつかってどんどん狭くなっていく。そうじゃないんだけど、どうにもならないですね。仕方がないので、解決策は重厚を下げるしかありません。とにかく腰回りの干渉によってポージングが限定されるのが、マジで残念なポイントですね。造形はマジで最高なのに、非常にもったいない。でもおそらくこうなってしまったのは、シルエットを細くかっこよく見せるために全体のバランスやビジュアルを優先した結果ではないかと思います。確かに腰の関節軸を伸ばしてしまうとスタイルが崩れてしまいますからね。さらにもう一つ、チーズブーメラン用のディスプレイスタンドがついていない。19,800円もするんだから、アームの一つぐらい追加で付けて欲しかったですね。スタンドにも穴が開いているんで、購入して開封するまでは絶対あると思っていましたが、まさかないとは。フラッシュエッジ3、シールドブーメランの突撃形態は結構ライジングフリーダムの売りだと思うんですけども、ここは明らかな残念ポイントです。若干ポージング、可動周りに難点はあるものの、カクカクでシャープな造形、折れそうなほど薄いビームシールドやウイングパーツ、シールドブーメラン用のビームエフェクトやレールガンの薄い造形、ウイングの展開ギミックなどなど、劇場版を見たファンが求めるものをしっかりと把握し、かなり時間をかけて作ったということがわかります。これまでのメタルロボット魂からまた一つレベルが上がったかっこよさですね。このクオリティならば次のシードフリーダムシリーズのメタルロボット魂は大いに期待できるでしょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。